はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。買っちゃいました。新しいバイクですね。タンゴ120 DF っていうメーカーのタンゴ125っていうバイクです。ちょっと寄ってみましょうか。スペインのねメーカーなんですよね。で、見た感じはトリッカーに似てるんですけど、まあ、トリッカーに似た感じの125っていう、バイクですね。まあ、デュアルパーパスっていうんですか、オフロードも走れる仕様のバイクです。で、エンジンはね、このエンジンはどうもホンダ系の、まあ、今中国で CG125、 もともとは CB125JX っていうバイクに積んでたエンジンだと思います。2010年モデルまではヤマハのYBR 系のエンジンだったみたいなんですけど、2011年モデルからね、まあ、この多分ローンシンだと思うんですけど、中国のローンシンが作ってる、まあ、ホンダ設計のねエンジンに変わったみたいですね。で、あとはねフロントフォーク 37mm パイのねフロントフォークです。で、ブレーキは前輪はねダブルピストンいたかな、ダブルピストンの 260mm のキャリパーですね。後輪は 200mm のディスクですね。あとねギアサスペンションはねモノショックになってますね。ハンドルバーはね、これ付け替えたものになりますね。ジーターのハンドルバー、ハンドルと、このクッションで、まあジーターじゃないんですけど、ハンドガードはね、ちょっとノーブランドのものを付けました。ステッカーだけちょっと後から貼ってます。まあ、外観こんな感じですね。全長がね1990mm、高さ1130mm、幅が 800mm、 シート高は 830mm、 ホイールベースがね軸間 1305mm、 乾燥重量 101kg ですね。
ね、タイヤ、このバイクね、タイヤがちょっと太いんですよね。125にしてはね、フロントが90の100の19インチ、見えますかね。ギアはね120の90の16インチ、ギアはね、もともとついてたタイヤで、なんか B ラバーっていうタイのタイヤみたいです。もうあんまりもう目がないんでね、ちょっと変えないといけないんですけどね。フロントはダンロップ K460 っていうのに変わってますね。自分で、まあ、入手してからちょっとオイル交換をしたり、プラグもね交換しました。新しいのにねプラグも交換して、あとはブレーキフルードですね。ブレーキフルードの交換を、最初のブレーキ、リアのブレーキは全然効かなくて、まあ、フルードを一生懸命空気抜きしてね、なんとか効くようになりました。あとはバッテリーもね交換してます、まあ、ちょっと中華ブランドの安物入れてますけどね。あれ、こんな風にね、エンジンかけてみましょうか。エンジンね、ライトのオンはね、このキーで、ライトのオン、セルは右側、側が下にウインカーですね。で、真ん中にクラクションで、ハイビーム、ロービーム、あと手前がトーク、トークレバー。音はね静かです。さあ、ちょっとね、今からマフラー音のね、ちょっと、
ごくねスリムで、まあ、格好もねいいんですけど、ちょっと乗った感じだとねフロントタイヤが多分太すぎるんですよね。まああとギアも120っていうね、ちょっと125原付ミッションにしてはね太すぎると思うので、トリッカーより太いんですよねこのフロントタイヤがね。そのせいでちょっとハンドリングはねもっちゃりした感じですね。あ、だからちょっとタイヤ変えるときはねもっと細いのにしようと思います。あとはそうですね、振動、思ったより振動が大きいですねこのエンジンのせいだと思います。YBR 系のねエンジン YB125 がバランサーがついてるんでね、ほとんど振動感じずにこう乗れるんですけど、やっぱり 125cc のね単気筒だと振動が大きいんでね、下半身がねブルブルブルってこう振動にずっとさらされる状態が続くんで、長時間乗るのはちょっと、ね、しんどいかもしれないですね。また追ってね走行動画とかもね撮っていきたいと思いますので、リエフタンゴ125